こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。哺乳類ってさ、もふもふで可愛い種類が多くて、毛並みの柔らかさでたくさんの人を癒しているよね。でも、そんな哺乳類の色には、あまりバリエーションがないと思わないか？言われてみればそうだね。地味かも。哺乳類の色といえば、茶色や黒、灰色などが主流で、鳥や爬虫類のような赤や青といった鮮やかな色の哺乳類は見かけない。ほんとだ。なんでだろう？今回は、哺乳類にカラフルな色の種類がいない理由について、様々な面から考えていきたいと思うぜ。それではゆっくりしていってね。哺乳類の体の色は、基本的に茶色やベージュ色などで、住んでいる場所に合わせて馴染む色になっているものが多いのかもね。一方で鳥類や爬虫類は、赤や黄色の色とりどりの羽を持つ鳥や青紫の尻尾を持つカナヘビなど、身近な動物でも色々な色を見ることができる。でも哺乳類となると、ビビッドな原色の動物はほとんど見当たらない。冷静に考えると、哺乳類には色があまりないんだね。あ、哺乳類の中で派手な動物見つけた。虎がいるよ。虎は一見、黄色と黒の縞模様が思い浮かぶけど、よく観察してみるとベージュと黒と白のカラーリングなんだぜ。イラストだと黄色で描かれがちなキリンも、本物は薄いベージュと茶色の模様になっている。パンダやシマウマは白と黒だし、アライグマやタヌキは灰色と茶色だもんね。イメージ的にカラフルに感じられる哺乳類もいるけど、それは特別な例だと言われている。例えば、霊長類のマンドリルは鼻の周囲が鮮やかな青や赤に彩られ、顔やお尻が真っ赤な猿もいるよな。おう、そうだね。でも、それ以外の動物は、ほとんど白、ベージュ、茶色、黒、灰色のどれかで、めっちゃ地味だね。なんでこんなことになってるんだろう。派手な体毛の哺乳類は、生き残れずに淘汰されてしまった可能性もある。野生の中で生まれたアルビノ種は、白い体が目立つため、敵に捕食されやすくなると考えられているしな。なるほどね。哺乳類は、生き延びるために様々な進化をしてきた。寒毛期で夏毛と冬毛に生え変わったり、草むらに溶け込む縞柄や豹柄になったりするのもその一つだろう。また、暗い場所に潜む哺乳類は黒っぽい体毛になることが多く、雪の中で暮らす哺乳類は真っ白な体毛になっていることが多い。哺乳類は、基本的に目立たない方向に進化しているんだね。大きな哺乳類でもその傾向は変わらない。食物連鎖の頂点とも言える大型哺乳類は、一体何から身を隠そうとしているの？今現在、この地球上にいる哺乳類は、プロプングレイタムダネイというネズミのような哺乳類から、始まったと考えられている。この地球では何度か大量絶滅が起こっているとされているけど、約6600万年ほど前に繁殖したこの哺乳類は、恐竜絶滅後に世界中に広がった。白亜紀から古代三紀にかけて、この地球には巨大な隕石が衝突した。そのせいで恐竜は絶滅したんだよね。巨大で強い恐竜がいなくなったことで、哺乳類の時代がやってきたんだ。でもそれ以前の約1億年ほどの期間、哺乳類は物陰に隠れ、日の目を見ることができなかったようだ。恐竜を恐れて闇から闇へ隠れ潜んでいた哺乳類は、一体どんな影響を受けていたの？夜行性ボトルネック説という、恐竜時代に生活していた哺乳類が、地下に潜り夜行性になることで生き延びたという説がある。暗闇で生きるためには、あまり視覚情報が必要ないということで、哺乳類は色を見分ける能力が退化したと考えられているんだ。哺乳類が夜行性になったのは、恐竜に食べられないための苦肉の策だったけど、その結果が色覚の情報を失うことにつながったというわけね。暗い世界で必要最低限の視力を残し、哺乳類は独自の進化を遂げた。まず、暗がりでも行動できるように、哺乳類は嫁が効くようになったんだ。そして、視力がそれほどなくても仲間とのコミュニケーションができるように、聴覚や嗅覚が鋭くなっていった。おお、哺乳類は食べ物のいい匂いを嗅ぎ分けたり、仲間の体臭で健康状態などを判断することができるけど、鳥類にはあまり嗅覚が発達していないものが多い。例えばカラスが人間のゴミを荒らすのは、透明なゴミ袋の中の食べられそうなものを見つけているからであり、匂いに釣られているわけではないんだ。そうだったんだ。哺乳類は、長い間ずっと光の届かない場所で生活していたため視力があまり進化せず、それどころか退化したと考えられているんだ。私たち人間には見えている色が、哺乳類の大半には見えていない。うんうん。哺乳類の多くは色を必要としない生き方を選択しているので、色覚が発達していないと言われている。現代に生きる哺乳類でも先祖の名残を残して、暗いところで生き生きと行動する種類は多いようだ。そっか。夜に行動する哺乳類の中でも身近な存在のネズミは、実はほとんど目が見えていないと考えられている。視力自体も人間より低く、およそ50分の1ほどしかない。そんなに見えてないんだ。
それでも、ほんの少しのぼやけた視界で動き回ることができるのは、視覚以外の機能が発達しているからだ。ネズミを捕食する哺乳類も、実はあまりよく見えていないまま追いかけている。じゃあ、あの有名な猫とネズミのドタバタアニメーションは比較的リアルな現実を、映し取っているのかもしれないね。哺乳類は、色を見分ける機能を持つ錐体細胞が少ないと言われている。錐体細胞がないと、どういうことになってしまうの？ここからは哺乳類が持つ目の仕組みと細胞の働きについて話すぜ。また、哺乳類以外の動物はどんな色が見えているのか、少し専門的な分野から詳しく見ていこう。よろしく。私たちの色覚は、みんな同じではないということが近年わかっている。そのため、他の動物にはそれぞれに合ったアプローチが必要となる。ほほう。哺乳類以外の動物、魚類や鳥類、爬虫類などはカラフルな世界が見えていると考えられている。特に魚は錐体細胞に含まれる赤型、緑型、青型、紫外線型、そして光を感じる環体細胞に含まれる環体型という、すべての視覚オプシンを2種類ずつ持っていて、かなり高性能な色覚を持っているということになるんだ。それは意外だね。哺乳類以外の魚類、鳥類、爬虫類は4色型の色覚を持っていて、両生類もまだ緑型が見つかっていないようだけど、青型と紫外線型の存在は確認されている。へぇ。これらの特性は主に体表を見れば一目瞭然で、魚類も鳥類もそして爬虫類や両生類も、非常にカラフルな見た目の種類が存在することからも色覚レベルの高さが垣間見えるだろう。これらの生物がカラフルなのは、繁殖期に異性にアピールするためだよね。それはつまり相手に見えているから努力する価値があるわけだ。様々な色を的確に認識してその意味を理解することができるこれらの生物は、色覚がきちんと発達していて、なおかつ退化していないということがわかるぜ。そういうことか。さて、哺乳類の色覚はどういう状態なのかというと、緑型と青型の視覚オプシンがないために、一般的には視界がセピア色に見えていると考えられる。色の濃淡などはわかるものの、あまりカラフルな環境に置かれても細かい色の違いは認識できないんだ。赤型と紫外線型の視覚オプシンと、光を感じる環体型オプシンだけで物を見ているので、哺乳類は2色型の色覚だと言われている。哺乳類の視界はほとんどが茶色っぽいわけね。ここで、哺乳類の体表の色について、もう一度思い出してみよう。カラフルな鳥や爬虫類に比べて、哺乳類はなんとも地味な茶色と黒と白のラインナップだけど、それは2色型色覚の世界に生きているからだ。自分が見える色以外を利用する意味がないもんね。だから哺乳類はカラフルではないと考えられているんだ。例えば赤や緑の色を身にまとい異性にアピールしようとしても、見ることができない色に惹かれる異性はいないので魅力を感じてもらえず、結果的に子孫を残せないということになってしまう。なるほどねー。哺乳類の視力はどう？鳥よりも劣るの？身近な例で言うと、ペットの犬や猫はあまり視力が良くない。動物ごとに見えている世界が違うとわかれば、これまでのアプローチ方法を変えるきっかけになるだろう。少なくとも、犬や猫に的を置いた配慮ができるようになるね。犬も猫も、視力は人間と比べるとほとんどない。だいたい 0.1 から 0.3 程度と言われていて、人間で言うと運転免許証の取得ができないレベルだ。犬や猫の目はピントを合わせるのが苦手で、近視の人が裸眼で見た世界のようなぼやけた光景が見えていると考えられているぜ。そうだったんだ。道理ですぐそこに投げたボールを見つけられない時があると思った。その代わり、犬も猫も人間より視野が広く、なおかつ動くものを見る能力が高いと言われている。そのため、犬や猫は広い視野の中でなんとなく動くものに反応するんだ。でも、視界がぼやけていたら、犬は投げたボールを追えないんじゃないの？でも、犬にとってはボールの動きがゆっくりとしたコマ送りのように感じられるため、ぼやけていても全く問題ないんだ。また赤型と紫外線型の色覚では、青から黄色の世界になるようだ。犬や猫にとって、赤や緑の色は同じ色に見えてしまうため、おもちゃを選ぶ時などには注意してあげるといいだろう。ほほう。犬や猫をはじめとした夜行性の動物には、眼球の網膜後部に光を反射するタペタム層というものがあって、弱い光でも明るく見えるようになっている。ただし、すべての犬にあるとは限らず、青い目のシベリアンハスキーにはタペタム層がないと言われている。シベリアンハスキーが暮らす場所は雪が多いため、太陽の反射光が強くタペタム層の必要性がないのかもしれないな。なるほど。タペタム層は、暗い世界で生活する深海魚の目にもあるぜ。夜にタペタム層がある動物を撮影しようとしてフラッシュを使うと、目が光ってしまうので注意してくれ。ああ、あれね。ちなみに犬や猫の水晶体には、人間よりも多くの紫外線を通す性質があると言われており、最近の実験で哺乳類は紫外線を当てると光ることが報告されている。
私たち人間には見えない雪の上の白いウサギなども、犬や猫から見たら明らかに光っているわかりやすい獲物となっているのかもしれない。それは狙いやすいね。哺乳類は、色覚を感じる細胞が他の動物よりも足りないことがわかったよ。でもその分、明るさを感じる能力はかなり高くなっている。眼帯細胞の数を増やすことで、哺乳類は夜行性の生き方を効率的に行えるようになった。天敵から隠れて暗闇で生きるため、哺乳類はどのように進化していったのか。余裕のない暮らしをしていた時代の、哺乳類の必死すぎる生存術について考えてみよう。必死すぎるって、恐竜と共に生きていた時代の哺乳類は、ほとんど食べられるための生物といった立場に追いやられていたようだ。巨大で強い恐竜と比べれば哺乳類は小さいし弱いし、ミジンコやオキアミのようなものと同じ存在だったろうね。当時の哺乳類はといえば、日中は暗い物陰にひたすら潜んでおり、敵が寝静まった夜中に起き出して活動していた。それでも世界中に広がるほど哺乳類は繁殖したね。哺乳類は、その名の通り生まれた子供に親が乳を飲ませて育てるといった行動をとる動物だ。初期の哺乳類はネズミのような生物だから、巣穴の中でたくさんの子供を産み、短いサイクルで何度も出産したはずだぜ。暗闇の中でつがいになる相手をどうやって探したんだろう？それは、なんと歌だったんだ。え？歌うネズミ？ネズミの歌は、2005年にアメリカのワシントン大学で確認されている。哺乳類は、体の色を変えたり、派手な格好で異性にアピールしたりする必要はなかった。ほえー、案外ロマンチックだね。地球上のあらゆる動物は、日光に当たることで体の機能が回復する光回復という機能を備えている。ただし、それは哺乳類以外の話だ。暗闇で生きる哺乳類は、およそ1億年の間ずっと光に当たることがなかったため、光回復の能力を失ってしまった。色覚も失い、光回復の能力も失い、哺乳類は生きるために不必要なものはどんどん捨ててるよ。闇の中に隠れ住むということは、様々な機能が退化するものなんだ。洞窟の中で暮らす動物は、体機能の退化が見られ、目そのものがなくなってしまうこともある。スウェーデンの研究チームによれば、エネルギーの節約のために視覚を失うことは有効な手段だとのことだ。そんなにエネルギー使うんだ？視覚情報を分析するとき、動物はかなりのエネルギーを消費していると考えられている。研究チームによれば、視覚を持たない個体に比べ、視覚がある個体は 15% ほど余計にエネルギーを消費したと報告されているぜ。哺乳類に色覚があまりないとは言っても、私たち人間にはきちんと色が見えており、カラフルな世界を楽しむことができている。哺乳類の中でも、霊長類は色覚が戻っていると言われていて、実際に実験などで色を識別することができている。ただし、霊長類の全てが色覚を取り戻したというわけではなく、ある種の霊長類だけが色覚を新たに持つようになった。どうして一部の霊長類だけが色覚を持ったの？いろんな説があるんだけど、霊長類の中でも狂鼻炎類だけが色覚を持つに至ったのは、食用に関する問題が関係しているとする果実説が有力なようだ。緑の中に赤い実がある場合、二色型色覚のままでは効率よく採取ができないため、カラフルな世界をありのまま受け止められるように進化したという可能性だ。ほほう。また、果実が少ない場合でも、栄養価の高い若葉を選択的に摂取できた方が、生き延びる確率が上がるため、少し赤みがかった若葉を食べるために、色覚が発達したとする若葉説なども考えられている。なるほど。狂鼻炎類が持つ色覚は、あくまで哺乳類が持つ二色型色覚を発展させただけのもので、失った緑型オプシンと青型オプシンが戻ったわけではない。そのため、色は見えるようになったものの、未だに他の生き物より色が見えているとは限らない。それでも、セピア色の世界から総天然色になった世界は新鮮だったに違いないよ。そして色覚が発展した狂鼻炎類は、体の一部に派手な色が現れるようになった。色覚があると考えられている霊長類の中で、最もわかりやすいのがマンドリルだ。顔の中央に青い色があり、鼻は赤で黄色い髭という目立つカラーリングだよ。これは、熱帯雨林の中で仲間同士が位置を把握するために使っていると考えられている。また、異性にアピールする際にも利用されていて、マンドリルたちが鮮やかな色をきちんと認識できていることがわかるぜ。他に、ニホンザルなども、発情期は顔やお尻が赤くなって異性を引きつける。色でアピールするということは、同族の相手がその色を見分けることができるということだもんね。色覚を失ったと言われる哺乳類の中で、狂鼻炎類に分類されるチンパンジーやゴリラなども、カラフルな世界が見えているようだ。ただし、パソコンのモニター画面がそれぞれ違う色に見えるように、狂鼻炎類の中でも種族間で色に対する見え方がそれぞれ違うと言われているんだ。
また、オスには色覚異常が多く見られるという報告があるようだ。人間も男性の方が多いらしいね。哺乳類の見た目があまりカラフルではない理由は、哺乳類自身の視覚が正確に色を認識できないという問題が根本にある。哺乳類の先祖が長い間ずっと暗闇で生きることを強いられてきたからだったよね。だけど、新たに色覚を身につけた狂尾猿類は少しずつカラフルになっている。とはいえ、ほとんどの哺乳類はセピア色のままなので、哺乳類がカラフルに進化するにはまだ気の遠くなるような時間が必要だろう。そうか。魚類には黄色素胞や黄色素胞などの様々な色を作ることができる色素細胞があり、体の色を鮮やかにすることができる。熱帯魚とか、宝石のようにきらめいていたりして、魚類の色覚レベルの高さを表しているよ。一方、メラニンしかない哺乳類は、メラノサイトというメラニン産生細胞だけで体表を構成しなくてはいけない。この条件は鳥類も同じだと考えられているけど、鳥の羽には構造色という光の反射で視覚的な情報を与える機能が存在するんだ。だから鳥は綺麗な色が多いのか。自分の色素細胞で華やかな体色を見せてくれる魚類や爬虫類の中には、リアルタイムで体の色を変えられるタコやイカ、またカメレオンのような体の色を自在に変える能力を持ったものもいる。すごいよね。哺乳類の色素細胞は色覚が退化したことによって大きく影響を受け、太陽光からの恩恵を全て捨て去るほどの能力改変が行われている。哺乳類にとって体の色はできるだけ地味な方がよく、地味であればあるほど長生きして子孫を多く残すことができたわけだ。相手が見えないのに、自分だけカラフルになる意味はないしね。かつては4色型であったはずの色覚を失い、2色型のシンプルな色覚になった哺乳類にとって、色はそれほど重要ではなくなった。仲間が誰も色を気にしていないのに、自分だけカラフルになっても無意味だ。哺乳類の生活に余裕があれば、意味などなくても突然カラフルに進化するかもしれないだろうけどね。でも、哺乳類は生きるために精一杯で、余計なことに割く労力はない。まず、色覚を取り返してもそれほどメリットがないんだろう。獲物を捕まえるために必要な機能は、すでに十分備わっているしね。それでも、狂尾猿類が新しく色覚を持つようになったのは、未だ議論されているけど、生きるために必要だったからだと推測される。三色型色覚を編み出した狂尾猿類はその色覚レベルの高さを利用して生活するようになった。今後の哺乳類がどのように進化していくのか、どんな必要性があれば色覚を取り戻せるようになるのか、研究で少しでも解明されるといいね。さっき霊夢も言ってたけど、人間は三色型の色覚を持っていると言われているけど、なぜか女性より男性の方に色覚異常が多いと言われている。同じ人類なのに、どうしてだろう？ここからは、人類に色覚が戻った流れと、その仕組みを話すぜ。哺乳類としての人間がどのように色覚を取り戻し、カラフルな世界を見ることができるようになったのかを知れば、男性の色覚異常が多くなってしまうわけもわかるはずだ。よろしく。哺乳類から派生した霊長類は、緑型と青型の色覚を取り戻すことはできなかったけど、赤型の色覚をプシンと微妙に違うサブタイプの緑型を作り出したようだ。また紫外線型を青型として代用し、苦しいながらも赤、緑、青の三色型色覚を持つに至った。光の三原色だね。この新しい色覚遺伝子は X 染色体の中に配置されているため、XY 染色体を持つ男性は、一つしかない X 染色体に染色体異常が起こると替えがきかず、色覚に問題が出てしまうということなんだ。そういうことか。一方、XX 染色体を持つ女性は、新しい色覚遺伝子が含まれる X 染色体が2つある。そのため、片方の X 染色体に問題があっても、もう片方の X 染色体というスペアがある状態になって、色覚異常が起きにくいと考えられているんだ。ふむふむ、色覚異常は、日本人男性の約 5% に発生すると言われていて、女性の 0.2% と比べるとかなり高い数値となっている。これは無視できるほど少ない数ではなく、全国でおよそ300万人以上が色覚異常の問題を抱えていることになり、できるだけ早い対処が求められているんだ。結構多いんだね。色覚異常がある人は、赤と緑、オレンジと黄緑、緑と茶、青と紫、薄いピンクと白と灰色、緑と灰色と黒、赤と黒、ビビッドピンクと青といった組み合わせが見分けられないと言われている。そんなに、見分けられないパターンは、どれか一つだけのこともあれば、すべてがわからないという人もいるようだ。これは、人を含む霊長類の視覚オプシンが、赤型一つで赤と緑を兼用しているためと考えられている。また霊長類の視覚オプシンは、青型の代わりに紫外線型で青を認識するようになっているため、色覚異常が起きやすい仕組みになっているんだ。そうなんだ。
哺乳類が失った緑型と青型の視覚オプシンは、色が認識できるようになった私たち人間にも、実は未だに戻っていない。色覚異常があっても支障なく日常生活を送っている人は多いようだけど、最近ではこういった問題を考慮したバリアフリーのデザインが推奨されたり、色盲といった言葉を安易に使用しない方向に社会全体が変化しつつあるぜ。どちらにしろ色覚異常がある人が安心して暮らせる社会にしていきたいね。さて、哺乳類が地味な色ばかりでカラフルじゃない理由はわかったかな。恐竜が寝ている夜の間だけひっそりと活動していたことが始まりだったとはね。これからまた膨大な時間をかけて、色覚を取り戻す哺乳類が出てくる可能性はあるけど、少なくとも1億年の生活習慣で失った機能を取り戻すには、やはり1億年くらいかかってしまうんじゃないかな。未来の哺乳類がカラフルになっていることを想像したら、なんだか面白いね。ポケモンみたいな感じかな。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。